ジェネレーションギャップを痛感、ショックを受けた出来事を教えてください。そうですね。私は、この間、自分より、ここ下のこと、遊びに行った時の話なんですけど、たまごっちの話をしたら、伝わらなかったことです。昔、学校に行ってる間に、お母さんにたまごっちを預けても、家に帰ったら、たまごっちが死んじゃってたことあるよね、って話したら、え、たまごっちって何ですか？って言われて、とってもショックでした。一番エッチだと思う漢字一文字を教えてください。これです。この漢字はみんな知ってるんじゃないでしょうか。お尻の尻っていう漢字です。もう本当にこの漢字はエッチだなって思います。特にどの部分がエッチだなって思うのかというと、この下の球の跳ね上げ部分です。この丸みが傲慢な女性の体を想像させるなって思って、とってもエロスを感じます。この感情を見るだけで、女性の傲慢なお尻を想像してしまいますよね。ともかく、逆線がエロいっていうことが伝わったかなって思います。こちらです。淫乱の淫。あんまりいい意味で使われることはないですよね。私もそう思います。でも、すごい日常生活で磨ける感じですよね。これ、意味もさることながら、なんとなくフォルムも良くないですか？これ、このエロスの秘密は、私は点々にあるんじゃないかなって思うんです。音、ここ、2箇所も点々がありますよね。まず、左側の、三髄と、右側の上の部分にある、爪頭の部分ですよね。この点々が、自宅よく感じるんですが、どう思いますか？